ヤマト隊長、もう少しで天地教なんだろ。ああ、よし、やってやるってばよ。ナルト、待ってくれ。ん？先に進む前にちょっとやっておきたいことがある。やっておきたいこと？やっておきたいことって何なんです？前にも同じようなことを言ったかもしれないけど、今回の班は結成して間もない上に、僕は君たちのことをあまり知らない。だからここは一つシミュレーションをやっておこうと思ってね。シミュレーションですか？これから二人一組のバディを組んでもらって、チームプレイのシミュレーションを行う。チームはナルトとサイのチーム、そして僕とサクラのチームの2つ。うん、よろしく。シミュレーションを通して君たちの戦い方を把握させてもらう。チームの連携は任務の成功にも関わることだから、3人とも気を抜かないように。どうした？その程度か？もっと本気で来い。だったらお望み通り本気でやってやるってばよ。行くぜ。惜しかったね。きっ、ちくしょう。やっぱりダメでしたか。お前、生きがる君がどこまでやれるか見ていましたが、案の定
失敗しましたね。お前、仲間って言葉知ってっか？知ってますが、それが何か？てめえ、なんで俺の援護に来なかった？あの時援護があれば。援護があれば、隊長を倒すことができましたか？それはどうでしょうね。あの時の君は、明らかに冷静さを欠いていた。そんな人の援護をすれば、逆に僕にも危険が及ぶ。何？個人の能力の低さを人のせいにしないでください。俺はお前なんか仲間として認めねえ。サスケ君ならどうしましたかね。君をかばいながら戦ってくれたでしょうか。君からしたらカカシ班の仲間ですからね。里を裏切り、君を傷つけた人を仲間と呼ぶのならね。その仲間を救うためなら何だってやるさ。お前とだって組んでやる。さあ、シミュレーションは終わりだ。そろそろ先に進もうか。あ、はい。さあ、先へ進もうか。ただし目的地は近い。慎重に行くよ。やっと。